パーチャマでございます。ウイレ楽しんでいこうということで、もうショックすぎてね、やるそんな気もないのに引退宣言してしまった先ほどの動画ですが、よう考えたらっていうか、もうよう考えんでも別に普通に続けるしなと思って始めちゃいました。誤解を招くような発言申し訳ございませんでした。ということでね、あんまり大きい声出すとね、あんまり大きい声出すとまた苦情が来ちゃうから、メルテンス、トラオレ、ペペ、あ、ペペ入れよう。こいつらマジであんまり調子よくならんな。みんな A とか B のはずなのに。コメントいきましょう。バー123456、イズムさん、眉毛化さん半端なかったってことね。強かったな、やばかったな、眉毛化さん。ウェ、ちくわさん、チャマくん、眉毛化優勝しました。知ってますよ。サキイカさん、この両ウィング誰？サラーとロイスですね。橋本ちびチキンさん、こんなやつ家がしっこまみれになればいいんだ。あ、まだあれだね、スイッチの動画だねまだスイッチの動画でね、ご視聴ありがとうございます。まだまだ結構ね見られてるよ、スイッチの予約しちゃダメっていう動画。ネイマールさん、チーム力低いのに勝てるのすごいと思ってる。そうだね、やっぱりね、それはやっぱりね、うん、それはやっぱりいいよ。まあでも俺は勝ててない勝率は多分下がってると思う。レートは爆上げするんじゃないかって噂。まあでもでかくてコスパいいやつがちょっと欲しいな。ぶっちゃけクロスないからね、今のこの、今のこのスカットクロスないから、逆に上げていくことが大事か。上げていった方がいい。でも上げていってさ、アグエロでしょ、でも黒でっかいやついたらさ勝てないじゃん。いや、ダメですやんって。こいつのサイド攻撃クロス上げさしといたらもうこっちのボールになるわって思われたら怖いとこだね、悩みの。いきましょう、お願いいたします。いや、メッシももうなんか変な動きしてたよ。これは快適そうですね。ほんとなんか日によってというか時間によってというか、ダメなのかな今週は。ゲーゲンマジで入れて、マジでゲーゲン入れて、何にもできなくなるから相手マジで。この重さでゲーゲン無理だよ逆に俺も無理だもん。マジでね、おすすめ今週はゲーゲンプレスが強いよ。結構やりにくくなるはず絶対。まあ、ゲーゲンプレスでも、お結構ね、行き過ぎは注意だけどね。四角プレスとかはあんま押さん方がいいけど。さあ、ここにいいパスが出て、サラ、走ってる。上げちゃおうかって言ってたのね、さっきね。さっき上げちゃおうか言ってたのに、やっぱ人間って変わらないもんだね。こういうとこほら、スーン開くから。スーン開くからね。OK、あ、これ無理。あ、でもアグエロね、この人上げてくるね。リードとかだったら普通にアグエロ余裕で止めちゃいそうだけど。おお、プロテクト出てる。ああ、あ、ちょ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 、そこ事故らしていかないと。ああ、うますぎ。いや、ロイス次は決めた。よし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 。さっきはマジでいいところ、ロイス決めきれずに。ロッカールームで怒ったんですよ。お前バカかと。お前の仕事何なんだっつって。そしたらやっぱりね、本人も悔しがってたから、相当。うん、何で出してたんだよ、あれ。あの吸い付くようなパス。三角かな？あ、三角の方が強そうだな。三角で出してみるか、次。うん、まずい。よし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 、楽やなこれ。謎に楽にできとるな。よし、13分、2点差、勝ち確でしょうか。これはやっぱ勝たないとね、面白くないか、こういうゲームは。中入ってほしいけど、おこれ入るでしょ。勝ち確でしょうが、勝ち確でしょうがの連続じゃん。さっきの試合でもこんないいプレーを見せれてたらな。トリッキーなことしてきたよ。よし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 。しかしね、しかしまだ分かりませんよ。まあね、こんだけの短い時間で俺が3点取れたわけだから、まあ物理的な話で言うと相手も3点取れると。あ、三角の方がいいな。三角の方がクッて前入ってくるね。あとはゲージの強さとかかな。 R2 三角、R に三角で出してみる。 R になんか
うさんくささ発揮するときあるような気がするんだよね。今出せたな。ダメか、ダメだね。よし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 。これは三角マックス。よし。みんなこうボールの扱いを丁寧にしてたね、これ。精度上がってる。惜しいね。今誰か中入ってくれないかなと思ったんだけど入ってなくてさ、その後だよね。なんかこれこうならないかなって思うとこまでいいよ。その後、その後のアイディアが邪魔ない。ダメだった時にこうしようみたいな。おお、なんでそれずれたね。ググってかっこよかったよ。でもクリバリちゃんありがとう。よし、サラーからその三角のあれを試したいね。違うか。ちょっとあれ、ちょっとロイスの位置が悪いだけで、手前にいたらいい感じだったかもしれないな。これやっぱバッサと頑張ってほしい。ナイス。それでね、ジョーさんとマヤケカさんに聞いたらね、あのやっぱ韓国のベスト4に残った韓国の人むちゃくちゃ強かったっつうかな。2人ともね、負けてもしょうがないって感じだったって。実力の差的に三角で出したいね。例のよくわからん。ポジショニングの問題なのかね。ポジショニングの問題なのか、出し方のパスの出し方の問題なのか。もう一発いくでいい。ダメやで。おお、いや惜しいな。もうちょっとこう強いシュート。ああいう時ね、足で蹴ってくれたら入りそうみたいなあるじゃん、今のとかも。まあ、ふわヘディングだったらちょっとどうしてもふわっとしちゃうから、だったら足でズドンだったら入るんじゃねえかみたいな。ああいう時はね、マニュアルで打ったら結構な確率で、あの足になりますよ。ちょっとね、普通だったらこうどうしてもね、待たなきゃいけないんだけど、難しいんだよね、あの腰から下にボールが行った時っていうかさ。普通の四角とかバツとか、四角か、まあ、パスの時はバツとか丸とかでも、足になる時あるんだけど、あ、これチャンスじゃん。やっぱあれか、ムービングさせてんのかな。ムービングさせて反応良くなるからな。ムービングの可能性が出てきました。普通の三角だとそんなにあんまり、なんかめっちゃグーンみたいな効果的なやつ来ないな。一応なんかね、真ん中アグエロだし、なんていうの、そのね、グーンと来た時のスピードは誰にも負けないぞっていう空気は醸し出してんだけどね。はい、怖い怖い怖い。丁寧に行こう。みんなね、丁寧にやってたよ。丁寧にやれって言ってんのよね、今ね。丁寧に行こうっつっといて、丁寧に行った後に取られちゃダメでしょと。ただゆっくりやればいいってだけじゃないぞ、チャーマと。それはね、皆さん、あ、ちょっと経験プレスやめようか。入れたよね、さっきね。マジで今週ゲーゲンプレスでその辺のレート戦ぐらいだったら勝てるわ、余裕で。みんなも試してみて、その辺のレート戦勝てるよ。誰に。よしよし、これギブあるな。シュートゼロだ、これギブある。ないか。はい、今日もね、優しい麦茶、こスーパーに売っちゃった。88円、買うしかないっしょ、優しい麦茶。マジで飲んでほしい。何がそんなね、ただの麦茶だろってたまにね、声をね、いただくんですが、ぜひね、マジでお前ら飲めって感じ。やばいやばい、怖い怖い怖い。あー、これね、あれシュート強いんだけどね。ダメだった。ややつでか。結構入りそうだね、でも。めっちゃ切れてますやん。なんか、メッシかわいそうだったね。メッシ。本当に。メッシ、口さ、バー切ってクラシコで。あのね、マルセロのエルボー食らってしまって。で、ティッシュかな、タオルかなんかを口にくわえてて、ほんと犬みたいだったね。あの風貌と、白いタオルを口にくわえながらプレイしてる様。ほんと犬みたいだった。あー、出せないか。あの韓国の人は何がうまかったんだ。何でも、もう全てがうまかった言ってたけどね。
ジョーさんも眉毛家さんも。あとこぼれ話としては、あのマナマン、マナマンさんがさ、俺はね結構期待してたの。あの配信者としてさ、唯一の配信者みたいなとこあったじゃん、あの人マナマン行ったみたいな、まあ、それ以外の人はさ、そんな配信者してないというか、配信者としてちゃんと活動してる人で行ったの、マナマンさん一人で。俺予選リーグはねちょっと遅刻しちゃって行けなか、あの見れなかったから、移動してたから結果知らずにさ、着いたら 3-0 で勝って、 3-0 だな、グループリーグ3連勝してるみたいな。マナマンやべえみたいなで俺の中でね、俺はマナマンに対して苦手意識全くないの。結構ね勝ち越してると思う、マッチングしても。だけど、だから俺はね、マナマン俺の方が強えと思ってたの、俺の方が強えな、マナマンみたいな。だけどマナマンの方がね、こういう予選とかの突破率は高いんだよ。で今回もそうだし、なんかコンペとかでも優勝とかしないけど、だいたいベスト16には入ってるみたいな。それマナマンなんやろなみたいな不思議に思ってて。でジョーさん 3-0 ね、負けたんだよ、3連勝で。マナマン3連勝、グループリーグ一緒で、ジョーさんがね、あの準優勝のジョーさんがね、マナマンに負けて、でなんか消化試合だったとかいう噂があったから、あんま本気出してなかったのかなとか、まあ、ちょっと気が抜けちゃったのかなとか思ってたら、いやマジで普通にちゃんとやってたんだけど、最後まで攻撃の癖が読めなくて勝てませんでしたって言ってた。なんだその不思議、なんやその不思議さを思ってて、ちょっとマナマンちょっと気になるなみたいな、気になる存在になったの。あれもしかして恋みたいな感じで、マナマンのことずっと気にしてたんだけど、ちょっと喋ってみようかな、おもろいなみたいな。無口っぽい顔してるけど、もういじり倒してやろうかなみたいな思ってて、いざ行ったらマナマンさん体調不良で辞退されましたって、もうホテル戻ってるみたいな。わからんけど、もう俺が確認できるよ、その表舞台のところとかスタンドのところにはいなかったから、あもうホテルとか裏で寝てるんやろうなみたいな。でそれでね、あマナマン相当ね体調悪かったのかなって。で俺いろんな人に聞いたの、マナマン大丈夫、何したのマナマンって。そんなさね、もしかしたら250万ぐらいだっけ、もうゲットできるかもしれない大会優勝したらね、ちょっと体調悪いぐらいでは休まんやろと、持病かなんかでもあんのかなっつって。で気になってさ聞いたらさ、いやマナマンさなんかほんとやばかったっすよっつって、なんか見たらもう顔真っ白でガタガタ震えてて、急に予選リーグ終わりだしたら、でなんかよろしくお願いしますみたいな言ったら、いやもうなんかもう僕辞退するかもしれませんみたいな言ってて、みたいな感じじゃん、どうしたんすかみたいな。でマナマンがその係の人に、すいませんけど体温計を持ってきてくださいって。でマナマンね、それまでねいろんな人に聞いたんだけど、マナマンが喋ってるとこを見たことある人が一人しかいなくて、二言ぐらいしか喋ってないみたいな。カールさんがFIFA でマナマンに当たったらしくて、マナマンさん、ウィークエンドリーグで当たりましたよね、はい、ってだけなんだって。普通だったらなんかこう、あの時、いやー強かったっすわとかさ、まあ、どっちが勝ったとか、まあ、引き分けないからね、うん、まあなんかちょっと事故で勝っちゃってすいませんとかさ、なんかいろいろあるわけじゃん、ね、いやちょっと本当実力で負けちゃってみたいな、いやいや事故ですよみたいな、エアクタですよみたいなね、あるんだけど、マナマンさん当たり、それを展開するはずだったんだけど、マナマンさんウィークエンドリーグで当たりました、はいだけだったから、カールさんもあはいみたいな感じでそんな感じ、それしか見たことない、目撃情報がないわけで、あとはもう体温計持ってきてくださいだけで。そんなね、もうマナマンがその体温計ガタガタ震えてね、もう寒い寒いって、マナマンが体温測ったらさ37度しかなかったんだってびっくりしちゃうんだけど俺ね、40度ぐらいあるだろうと思ったら37度しかなかった。平熱大体 36. 何度とかでしょ、5度とかでしょ、大体普通の人。そう考えたら 0. 何度しか上がってないやんみたいな。しかも俺ね、その後に次の日も俺行ったから、で今日はマナマンさすがにね体調良くしてて会場いるやろうなって思って行ったら、会場にマナマンいないから、俺思わずツイッターにね、ちょマナマン連絡してこいと思ってから、思わずね、そのあれ会場おったらマナマンおらんやんけみたいなつぶやいたら、マナマンさんからリプライ来て、おお来たと思って、なんかね体調がいいうちに帰らせてもらいましたみたいな、
またの機会にみたいな感じの、体調のいい時に帰らせてもらいましたって、そんなグワングワン言ってんのかと。でもマックスで37度だからね、相当さあれなのかな、敏感なのかな、敏感坊やなのかな、それとも別に温度関係なかったのかな。でも仮にさ持病があったとしたら、俺喘息前あったから、あこれ喘息だって思ったら、もちろん喘息だっていうことが分かってるから体温とか測らんでええやん。体温測るって、あでもあんのかな、体温が、体温測る持病ってあるか、まあありそうだよね。37度でしょ、37度ってって思ったんだけど、ちょっとまだまだ連絡してきてくれ。何だったんだ病名は。俺ただの風邪とかだと思う。でも風邪、ただの風邪では俺インフルエンザでもワンチャン休まないんじゃない。あでもあいみんなにうつるのを気にして、風邪とかでも優しそうな感じだからな、配信とか見てると。これせっかくのみんな頑張って集まった舞台でみんなに風邪うつしちゃいかんみたいな感じで、もう風邪の疑いがある時点で自分はしんどいかどうか別として、もう移しちゃいかんから帰るってか辞退みたいな、ホテル戻っときますみたいなことだったのかな。それぐらいか。マナマンの謎深まるね。昔からいたんですよ、マナマンさんって人は、配信ぞとして。でもなんかあんまりさ、ウイレの人とか、まあウイレの人っていうか、いろいろゲームやってんだけど、まあ大体でもウイレとか FIFA がメインで、サッカーゲームが多分メインにしてて、あと FPS とかもちょろっとやってるけど、そんなになんか一生懸命やってるというよりは楽しい、ただ普通にストレス発散というか片手間にやってるみたいな。サッカーゲームがメインみたいな。でもサッカーゲームの人とツイッターとかでもそんなに絡んでる感じないし、こいつ何なんだって思ってたんだけど、しかも声とかめっちゃ若い感じなのに、年齢見たら俺より3つ上で年上かいみたいなね、ところもあったし、まあ年上だったら敬語つかなきゃいけないんだけど、もうマナマンって言っちゃってるからもういいかなみたいな。今まで散々マナマンマナマンって呼び捨てにしちゃってたから、もういいかなみたいな。てかマナマンっていうネーミングセンスでまずなんやねんみたいなところですが、マナマンさん元気出せ、元気出せっていうのは違うか、お大事に、シャマ心配してます、連絡してください。いや、まあ連絡してこなくてもいいです、連絡あったら嬉しいです、そんな言い方かな、うん、ってことでマナマンお前を殺す、行くぞ。シャマくんじゃんけん、最初はグー、じゃんけんパー、まったねー。今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。ちゃまでございます。実写チャンネルをレオくんと二人で始めました。紹介文に URL がありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。おっぱい。